なかなか濃い一年だったようですな。一年間面白かった。まあこう振り返るといろんなことやって意外とあったね。何も思い出なかったけど最初は、そっか、大会に結構出てるしコラボしてるんだな僕。そうね、思ったよりも、で案件もやってるしって感じだな。意外とやってんだね。まあ今年の一番は僕はやはり麦かな。まあもう今ではそうな、麦なくしては生きられない、毎日常に横にいるからね。賢いんだよね、あいつ。配信中は絶対に邪魔してこないし。そうだ、ずっとそこに出てるじゃん。中から出てこないもんね。で終わった瞬間、中ちゃん帰った瞬間来るんだよ。そう、俺いる間もいるんだよ、ケージの中に。分かってんだよ、配信やるから。いや賢いわ。ミケちゃんといい、麦ちゃんといい、すごいね、ここの家の猫。ミケも麦もブスだけど賢いんだ。ブスだけど可愛い。ブスが可愛いんだ。そうよ、マジブスが可愛い。歯並び悪い、ま、歯並び最初悪かったじゃん。あ、そうだ、横向いてたね。あれね、治ったんだけど、たまになんかさ、しかめっ面になってる時にシャリって言ってんだよね。多分ね、中で上と下の歯がシャリって言ってるんだろう。それがまたね可愛いんだよ。いいと思う、それシャリシャリって言ってるの。シャリ麦ちゃんだよ。くそー可愛いわ。おかげさまでもう1年か1歳か、12月25日だから、誕生日も迎えて、いやー、やっぱ猫はいいよ。猫はいい。猫飼うべきだ。まあ楽というかね、ちょっと気楽に飼えるっちゃ飼えるからね。子猫のうちから飼うとこんなに懐くんだってのもある。もう離れんしね、絶対に。ずっと一緒か。で、一日家開けた時とか、もうそれだけでストレスで下痢になったりしてさ。うわーか。それだけでさ。飼い主離れができないじゃん。できないんだよ。そこちょっと。かわいすぎるわ。といったところで2023年も残すところ2時間ですが、中ちゃん的にはどんな1年だったかな。まあ俺もいろいろあったけど、まあ今年何一番思い出あるって言ったら、まあ直近の思い出でしょ、申し訳ないけど、まあスマブラの、ああ頑張った、あの顔か拳じゃない、今年一番頑張ってるのは。ポテンシャルはあるんだよな、よくガノンできましたよねって感じ。ここまで。そうね、なんだ、継続して頑張ることができるやつは、やっぱり伸びていくよね。そうなるか。まあまあ、なんだろう、愚直にやってるじゃん君、結構、毎日1時間とかさ、ちゃんと時間決めて、でそれがもう3ヶ月とかでしょ、そうずっとやり続けて。日によっては対戦じゃなくて、ひたすらあの空母の練習したりとか。練習したりしてんの。今やってるのはあの崖奪い攻撃、もうできるようになりたいなと思って、ひたすらもう崖奪いを練習してね。その愚直にやっぱやり続けてるっていうのが才能だと思うんだよね。おお、嬉しいですね。僕結構ね、ズルして楽してみたいなのがを考えて、なんか簡単に強くなんねえかなとか思って、あ、でもそれでものになってんだから。小ずるくやるタイプなところがあるからさ、やっぱ愚直にやってるのがねかっこいいなと思って。まあ行ってほしいよな。まあまあ行くまでやるよしょこの男。結局は行くまでやるのよ。成功しかないのよ、だから結局は。そうなんだ、終われないからね。16回か7回で終わるんじゃないかな、中岡拳は。次で終わりですよ。まあまあ意気込みはいいな。その後どうすんの、リトルマックとかでやるのかな。もっと楽じゃない、リトルマックの方が。どうなんだろうね。リトルマックセンスいるよね、多分。でも、ガノンよりさ、ガノンも大概か。ピップ入れんじゃない。復帰はゴミだけどさ。もう地上にいればいいだけだもん。プリン無理じゃない。プリンはね、無理だと思う。100% 無理じゃない、プリン。吹っ飛ばされる中岡しか見えない。スマメイトも無理だろ。すげえ。無理だね。ガノンでスマメイトって本当にセンスあってさ、もう本当の上位勢ぐらいしかいけないでしょうよ。まあ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 、スマブラ置いて別のゲームやってもいいし、ちょっと止め方ストロークとかやってもいいしね。あったね、やってたな。君パッドル頑張ってやってたよ。モダンでね。モダンだっけ？モダンだったっけ？あの簡単に出るやつ。あ、モダンだったな。モダンでやってたね。やってたな。ギルティギア。
やってないんだわギルティギア。やってたよねちょっと。ギルティギアやってたっつーか、うん、あのブリジットとか、うん、バイケンとか、うん、で今はエルフォンヌだっけ新しいキャラだったんだよ、うん、その中で可愛い女の子キャラ出た時だけ、うん、ダウンロードコンテンツ買ってトレーニングモードで起動して、うん、一通りキャラ見て、うん、あ面白かったキャラやめるそれでやめる練習はしないとソルとかのそうエルフェルト、うん、それだけ全部見ておしまいっていう。やってないな全く、うん、それだったらでもさソシャゲで可愛い女の子出てくるやつやった方がいいよなっていう。別にギルティーでわざわざニッケとかやった方がいいんじゃない。やったんだよ。やってんの3万も課金したのに。やりすぎだ。3万課金したそっちやるわ。すげえな。そっちやるそっちやる。まあ、今年終わるのめっちゃ早かったっていうのが実感なんだけどさ、うん、まあ来年はもっともっと頑張って活動して、そうね、健康であるうちねちょっとやっておきたい、うん、そうしよう。ほんとね残り寿命5年だと思ってる、うん、あの真面目にまともに動けるのは、うんうん、っていう感じでさ悔いなく、ね、大変だからねやっていきましょうよ。おい、そうだ、もう45とかやったら動かなくなってくるぜ。だろうな。もう今でもちょっとあうってなる時あるもんね。いやちょっとは動こうぜ。運動したりよ。そうだから早く雪解けてほしいな。雪解けるまで動かないの。雪解けるまで全く動かないの。インドアのどっかねちょっとね遊びに行ったりしようかな。いや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 頼みますよ。はい、来年ゴルフだな。そうだ、おゴルフいいね。パークゴルフ、いや普通のゴルフ。モノ本行きましょうよ。モノ本、モノを揃えるのきついぜ。レンタルでいいでしょ。あ、いいのか。てか一つのやつ買ってみんなで回し打ちすればいいんじゃない、うん、4人で行った時にさ。いいの、それでいいのか。てかケイさん持ってんだろ、それ回し打ちしようよみんなで。ケイさんの個人のやつはだってなんかぶつけて折ったりしたら大変じゃん。いいだろ別にあんなの。どうせボロ買ってんだろ。いや、いいやつ買ってると思うぞ。傘入れとけばいいよ、壊れたら。あの物干し竿とか事務所で傘振ってることあるから。やってんだ。あのサラリーマンみたいに。YouTube の方もう1000人集まって、ちょ YouTube 行くわ僕ら。あ、急げ急げ、ごめんみんな。さちょコメントでもうすぐ行きますって言っといて、うん、そうね、ツイッターすれば、そうちょっと遅れるわって言っとかないと。だね、皆さん今年も1年会員放送にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。来年もね引き続きよろしくお願いします、うん、でまあなんてね、こういう年賀状企画みたいなのがないと、うん、君ら一人一人にメッセージ返せることももうないと思ってるんで、うん、はい、もうこういう機会にねなもらいたいメッセージとかがあったら、ね、ぜひとも1月1日から稼働しておきますんで、うん、年賀状よろしくお願いしますよ、はい、で頑張って書くんで今回は中岡たちが、僕は頑張ってメッセージを考えるが、書くのは機械がやる。毛筆フォントとか使おうかな。その代わり手書きせえや。筆で頼むよ、手書きせえや。それでは皆さん良いお年を。また来年よろしくお願いいたしま す。今年はどうもありがとうございました、うん、お相手は幕末志士の坂本と幕末志士中岡慎太郎、このラーメンでした。仕上げ、バイバイ、バイバイ、ありがとうな、みんな。いいお年を。風邪ひくなよ。そばを食え。そう、それ食わないと今のうちに買ってきてよ。いやもう無理だよ。始まっちゃうな。年明けてから食うわ。